ロシアワインを製造するアブラウドルソウ、ワイナリーソビエトシャンパンロシアワインとは、ロシア国内で生産されるワインを指す。また、講義には、旧ソビエト連邦内で生産された、アルメニアワイン、アゼルバイジャンワイン、グルジアワイン、モルドバワイン、ウクライナワインなど、ロシア産と誤認されたワインもまた、ロシアワインに含める場合がある。ロシアワインという語は、より正確には、 ロシア南部のダゲスタン共和国、チェチェン共和国、カバルダバルカル共和国、クラスのダール地方、ロストフ地方、スタブロポリ地方、アルタイ地方、西部のトベリ州で生産されたワインを指す。現代において、ロシアでは、ブドウの品種を表すアペラシオンを取り入れている。アペラシオンには、シビリコビー、ツィムリャンスキー・チョルニー、プレチスティーク、ナルマ、キュリャビダゲスタンスキーがある。 ロシアワインの創始者、レフ・ゴリツィンの記念切手野生のブドウの木は、数千年前より、カスピ海、国海、アゾフ海周辺に存在しており、古代ギリシャとの貿易に際し、ブドウ栽培が行われていたことが、国海沿岸国海沿岸にあるファナゴリアやゴルギッピアなどの遺跡の出土品から判明している。これは、国海周辺地域が、 世界最古のワイン製造地域であることの証拠だと考えられている。ロシアにおいて現代的な商業用ワインの生産の創始者はリフゴリツイン皇太子である。彼は自身が治めていたクリミア地方にシャンパンの工場をロシアで初めて設立した。1889年、数年前にブドウネアブラムシの流行によってワイナリーは荒廃していたものの、 ワイナリーで生産されたワインがパリのワイン品評会のスパークリングワイン部門で金賞を受賞した。1891年、ゴリツイン皇太子はアブラウドルソーの帝国ワイナリーの調査官に任命され、帝国ワイナリーにおいて20世紀を通し、ソビエトシャンパンのブランドでスパークリングワインを製造した。1917年のロシア革命後、ワインに精通した。 フランスのワイン製造業者がロシアに集まったものの、ワイン製造工場は1920年より徐々に建造されていった。ワイン産業はソビート連邦時代の1940年代と1950年代に反動を経験し、1985年にミハイル・ゴルバチョフによる反アルコールキャンペーンにより国内の製造体制に改革がもたらされるまで続いた。 ソビエト連邦崩壊後は民営化及び市場経済への移行により優れたブドウ品種の栽培を行っていたブドウ畑の多くが他の目的へと転用されていった。2000年までにロシア国内全体のブドウの栽培面積はわずか7万2000ヘクタールとなり1980年代の半分以下にまで減少した。しかし1992年の 国有農園民営化に伴い、同国におけるワイン産業は大きな転換を図り始めている。同国のワイナリー保有企業で知られるアブローラ社は、かつてソ連有数の国有農園であったが、民営化により数名のロシア人投資家が買い上げる形で新しく生まれ変わり、ワイナリーの親会社となった。この新しい会社の経営権を握った投資家グループは、そこに、 世界水準のワイナリーの建設計画を実現させる。2003年にフランスのワイナリー建設専門の建築会社の手による近代的ワイナリーが完成。このワイナリーはシャトールグランボストークと名付けられた。同年秋にはそのワイナリーで800000リットルのワインが仕込まれ、2004年にボトリングしたものが、 モスクワへ運ばれており、いくつかのワイン品評会やイベントに出品されている。また、この投資家グループは、フランス人醸造家のフランク・デュセナーを招聘し、デュセナーに CGV ワイナリーと武道園経営の全権を委任している。デュセナーの手により、シャルドネ、ソービニオンブラン、カベルネソービニオン、アリゴテ、シラーなど8種類の幼児が CGV の武道園に輸入されることとなり、 フランスから近代的ワイン製造技術を導入する形でボルドー型ワイン醸造に力を入れる方針の経営が進められたが、デュセナーはさらにロシアの在来品種であるクラスのストップを遺伝子のクリーンアップ作業のために母国フランスへ送るという大きな挑戦に臨んだ。クラスのストップは歴史上異なる種類のブドウの DNA が混入されてしまっており、 フランスなどにある純粋な風味を保持する品種と違い、果実自体に雑味が多くなってしまっている。この雑味が元でその品種をメインとする、これまで市場に出回っている、同国産ワインは、低い評価を受け続けていた。またリュセナーは、地元の品種を使ったワインの製造に意欲を持っており、ロシアでワインを作るならば、他国のものにはなるべく頼らず、その国の品種を主体で使わなければ、 意味をなさないと考えていた。その考えを実現に移す目的から彼はワイン先進国である母国の科学技術を利用して同品種が抱える問題点であった他の品種の DNA 混入状態を解消させにかかったのである。現在彼の発案によりクリーンアップされたクラスのストップ種の苗木を CGV のどう園で栽培させる試みが 今も実行されている。2014年5月、デニス・プズイレフはデイリー・テレグラフ市場で以下のように発言している。ロシア国内では1917年のロシア革命以前はワインは貴族のみが口にするものであった。しかし、あらゆるソビエト市民にとってワインが手頃なものになるべきだと考えたヨシフ・スターリンの下全てが変わった。ロシアのワイン製造業者によれば ロシアのワイン市場の80%がセミスイートワインもしくはスイートワインで占められており、販売総額で言うとシェアの90%以上を占めている。2006年以降、ロシア国内にもヨーロッパのワイン製造技術や製造手法を取り入れ、良品質のワインを生産するワイナリーが出現し始めた。国会沿岸、ノボロシースク周辺にあるアブラウトゥルソーワイナリーは、 そのようなロシアワインを牽引する存在と考えられている。現在、同国は世界市場へのワインの大量輸出を格索しており、傍ら国内市場へのワイン原材料の輸入を5から7年に渡り制限する計画を打ち立てている。これは、ワイン産業におけるライセンスの価格が下がったことやワインが農産品に格上げされたことが背景にある。 どう及びワインの製造に対する国の支援額は2016年でほぼ4倍に増大し3750万ユーロとなっており2017年も措置は拡大され前年と同等またはそれ以上の支援が行われる計画とされているロシア内における北カフカスの地図ロシア国内においてワイン生産が盛んな北カフカス地方は典型的な大陸性気候である 原冬期の霜に対応するため、ワイン製造業者は、ブドウの木の上から土を被せている。クラスのダール地方では、ブドウが完熟するまで必要な期間のうち、霜が降りない日が193から223日、ある。ダゲスタン共和国は、ステップ気候の土地が広がっている。この地域では、ブドウ製造に必要な期間のうち、霜が降りない日が180から190日あり、 ロシアワインの約13%がスタブロポリ付近で生産されている。ロストフなどの周辺地域、地方は気温が高く湿度の低い夏と厳しい冬の気候下にあり、ロシア国内の他地域よりも小規模にワインを製造している。ロシアでは様々な品種のブドウを生産しており、主にスパークリングワインやデザートワインの製造に利用されている。現代では ワイン製造に最初100種類を超える品種のブドウが使用されている。製造量では、リカチーテリ品種が全体の45%を占めるほか、アリゴテ、カベルネソービニヨン、セベルニ、クレレットブランシュ、メルロー、マスカット、ピノグリ、プラバイ、ブラウアーポルトギーザー、リースリング、サペラビ、シルバーナー、サバニャンなどが生産されている。 ロシアでは50万以上のエコツーリズムがある。クラスのダール地方、ロストフ州、スタブロポリ地方、クリミアでは、ブドウ畑の豊富さを生かして、独自のイベントを開催しているが、ワイン観光で一番人気の場所はクラスのダール地方に、ある、リゾート地、アブラウデュルソーである。2015年時点で、アブラウデュルソーへ、見学と、テイスティングに訪れたのは30万人以上である。 ことが明かされており、ついで、クリミアマサンドラ、ロストフ州エルブズドがランキングを勝ち取っている。一方、トベリ州とアルタイ地方の2カ所では主にベリーワインが生産されているため、このワインを目的で訪れる旅行者がいることも明らかにされている。ありがとうございます。